国鉄485系電車、カハナは、東日本旅客鉄道が1997年以降に保有している、鉄道車両で、ジョイフルトレインと呼ばれる車両の一種である。JR 東日本東京地域本社では、お座敷客車、名古屋か、江戸、お座敷電車、円の3編成の和式車両を保有しており、中高年代層の団体輸送に使用されてきた。しかし、 客車編成は老朽化に加えて、機関車による原因となることから、速度面で電車に劣り、特に首都圏での運行では、ダイヤ作成上の障害となっていた。このため、名古屋家の代替編成として、和式電車を製作することになったものである。六両全車両の構えからがは、東急車両製造で製作し、先頭車二両の組み立ては、JR 東日本大宮工場で実施。 中間車は4両の組み立ては、東急車両製造で実施した。文献によれば、1997年3月14日付で、改造、大宮工場での試行名義となっている。いずれの車両も485系電車からの改造で、先頭車が黒484型と黒485系、中間車は、もろ484型ともろ485系である。 各車両の番号はリゾートエクスプレス U と円からの続番となっている。編成番号は G6G7 編成。全車両がグリーンシャいである。心を和らぎ、楽しめる空間の提供をコンセプトとした。車体外観についても角のない柔らかさを強調したデザインとされた。ロゴマーク車体は円同様の丸みを帯びた車体を心臓し、 床下機器と走行装置発射車の485系のものをそのまま使用した。車体断面は215系電車とほぼ同じ車両限界となっているが PS26 から1系終電装置の搭載と終電装置取り付け部分の低アネ化を行うことで中央東線への入線も可能である。一方、 新越本線の横川駅軽井沢駅間の通過対策については同区間の廃止時期が近かったことから施行されていない。本車両は国鉄時代から通じ首都建築に配置されるジョイフルトレインにおいて横系対策を施行していない初の車両である。正面窓は円とは異なり緩やかな半径の平面ガラス1枚という構造とした。冷房装置は モロ484型が床置き仕様のナウ183型、それ以外の車両は車端部屋値上がりに au714 型を搭載している。客室客室は木目調でシンプルなデザインとした。長時間の乗車でも快適に過ごせるように、掘りこたつ構造が採用されたが、目的に応じて床をフルフラットにすることが可能なように、昇降装置が内蔵されている。 通路と座敷は分離されていない。通路側には倉庫に揚げ豚式の荷物入れを設け、揚げ豚は腰掛けることが可能な構造となっている。利用者は一度靴を脱いだら他の車両への移動も靴を脱いだままで可能とするように配慮され、このため畳の下にスライド式か足入れが設置された。客室内の照明は30%の原稿が可能である。 各車両にオートチェンジャーワイヤレスマイク、リモコン選曲式のカラオケ装置が設置されている。便所は1号車、3号車、6号車に、真空式の洋式便所、男子小便所、洗面所を設置した。5号車には、テレホンカード式自動車用公衆電話が1台、設置されていた。展望室乗務員室の直後は一段高くした、フリースペースの展望室とし、 三人掛けのソファーを二脚向かい合わせに設置した。乗務員室との仕切りは全面展望視界を確保するため大型ガラス構造とした。1997年4月26日より営業運行を開始、団体専用列車を中心に運用されている。落成時から2015年3月13日までは小山電車区に配置されていたが、翌3月14日からは、 高崎車両センター配置に変更となっている。ありがとうございます。